ぼう説をしていこうということで、ね、上駅ですよ、今降りた日和駅に到着いたしました。あ、車来ましたけど、はい、ということでこちら、1日目の GO ですね、日和駅に到着いたしました。無事にゴールいたしました。もよろしくね。2日目に入りました。ですね、2日目は単純に、観光客として、観光しておりますが、ですね、ご覧のように宍道湖でございます。琵琶湖より水がきれいでございます。雲がある。おお、こっち、すごいね。自身事故やろ。内堀とね、外堀を巡っていくのは距離にして4キロ弱。これ一周45分からね、50分で行く。はい、ということで、リアルボーデス、3日目ということで、あと何分発車？発車10分ぐらい、10分切ってると思うよ。10分切ってて、あと2時間待たなくちゃいけないんで、早速撮りたいんですけど、夜名護応援、太鼓を振って、夜名護から、出雲市まで、太鼓の出た出でしか進めません。そう、はい、ということで、まあ、やっていきたいと思います。はい、行きましょう。いや、一発目これ大事よ。大事や。一発目大事よ。せーの。はい、出ました。こちら貧乏神の、イラストが描かれている荷でございます。はい、じゃあ荷が出たので荒子駅に向かいましょう。はい。なんかあるかな。マジで。その前にね、ちょっと米子駅の名物をちょっと取り入れたいと思います。ですね、0番線に何かいろいろあるの、こっち、ほう、ほんまや、すごい。これまあ、鳥取で境港も近いんで。境港で行く路線らしいです。だからこうやって、はい。これね、ゲゲゲの鬼太郎、三木しげるさんの出身地なんでね。クローブワンホームはこの先、ご案内いたします。おお。次、1番乗り場に参ります。こっからあんのね、さらに。おお。ええやな。いや、そんなことよりも、この学生生徒さん限定ラーメン、安いな、おい。安かったな、おい。おお。おお。おー、すごい。各号車の乗車位置は、今の足元に特急、これはすごい。スーパーマッチ館で、2両編成、乗車位置を。おお。すげえ、ケタロウですよこれ。すげえ。嵐山駅に到着いたしました。このようにどうしようかな。まああれね、日和駅とかやりますよ全然。まあどっか探すしかないんで、行きましょう。おお、王宮の丘って書いてるよ、しっかり。王宮、いや、すごいでかいぞこれだけ、なんか看板。どこに行くの王宮の丘でも、これどこに行ったらいいの、王宮の丘は。左
ちょっと待って、本中行く、これあ、書いてるほら、象山古墳群ってほら、あ、作り山、作り山かい、あの国指定やね、指定し、あ、ちゃんとしろ、やっぱり運転、絶対電車通んのないやね、乗せろ、いや、乗せられたんですけど、これまさか全部階段じゃないの、ちょっと待って、これ、いや、古墳やな、完全に古墳な形はしてる、確かに、何古墳、どういう形の古墳かまで分からへんけど、古墳の形はしてる、ただよ、この手すりがちょっと光ってるね、これ、相方、どうする、登る、頑張るか、ああ泣いていいですか泣いていいよね、これね、泣い行きましょうか、もう諦めたもう諦めました、僕諦めたよ、何を文句言ってるんだ、前へ進め、サイコロが語っているぞ、次は1しか出ないって1が出たら多分僕たちは本当にゴールにたどり着けませんはい、頑張りましょう、ちょっと待って、眺望広場まであと 100m って書いてる、これちょ坂道の 100m はちょっと話これ何、あの登山系チャンネルちゃうよな、間違ってる、これもしかして、あの水だよこれ、到着、到着です、古墳やこれ、後ろえぐええ嘘でしょ、タララータタタータララータタ、なんということでしょう、古墳から眺める景色は、見てください、この綺麗な海、そして晴れ渡る空、いや頼むで、ロック出してくれ、バスの計算しましょうか、例えば5が出たらノギやね、そうやね、6は玉作り、玉作りやね、4はバッテリーや、4、まあ、せめて4出したいよね、そう、せめて4出して、で、まあ、よく言えば6出して玉作りで、もう温泉つからしてって感じ、温泉つからしてって感じ、温泉つからして、山登りきつかったからでは行きましょう、お願いします、本当にここまでお願いします、行きます、よいしょー、やばい、ゴール、オッケー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 、いいでしょ、オッケーオッケーオッケー、ゴールやったらあれや、玉作りや、もう、え、玉作りや、温泉疲れるやっほー、はい、玉作り駅に、玉作りじゃん、玉作り温泉駅に到着、玉作りやったら大阪やねん、そうやな、そうやな、大阪になっちゃうわに到着いたしましたけれども、いやー、でもいい駅やね、
はこの9号線ですけど、温泉郷までは実際 1.6 キロじゃないですか。 1.6 キロね。とりあえず向かいたいと思います。はい、思ったよりかはね、はい、なんとか着きました、タバスクリ温泉街に。ああ、まあまあまあ歩くけど、ものすごく遠いかって言われてそんなことはないね。なんとか着きました。はい、しんどいです。まあでも温泉で癒されましょう、これで。お、いいね。じゃあちょっと温泉入りましょうか。はい、打っていきましょう。打っていきましょうか。5以上出ればゴールです。どうかどうか。ついにこの度、京都から新見、そして、そう、米子からこちら出雲市までという旅でございますが、いやー、ついにもしかしたらゴールするかもしれません、これで。ただし、ただしですよ、1から4が出ればまだ食らなくてはいけません。じゃあ振ってもらいましょうか、相方。まあ、しょうか。最悪止まっても2で新人駅。そうやな、そうやな、というで新人駅やな。いきます、せーの。いやー、新人着きました。いやー、新宿駅から徒歩何3分やな、めっちゃ近いとこに重要文化財あるやんと思って来てみたら、はい、修繕されてましたね、今ね。あ、まあこれもね、まあ仕方ない、大事なことです、これもね。はい、古くから山陰と東西と、うん、分かれるところですね。あ、中こんな感じみたいです、ほんまは。まあね、あんまりまあ別に入れたとしても動画にはねそこ映せないんですけど、あ、すごいね、こんな立派な建物がちょっとでも見えるかな、高知の中から。ほら、ちょっとなんか木造住宅があるなってのは分かるかなと思って、ちょっとあれだから、分かる？分からんか。まあでも徒歩3分でこういう有名な場所があるなっていうのは皆さん知っていただけたかなと思いますが、まあリアルモーテスとしてはちょっと申し訳ないんだが、ただこの街並みが正直そのもの自体が綺麗なんで、ここで写真を撮ろうかなと思います。はい、はい、ということで3以上出したいな。頑張ろう。はい、あ、これはキングボンブ。ちょっと風で風が強い。どっちにしろやないかい。知りましたね。はい、はい、庄原駅に到着いたしました。ここは湯の川温泉で有名な場所ですね。あの亀岡にある、京都の亀岡にある湯の花温泉ではございません。もっと立派でございます、湯の川温泉です。あ、そうでしたね。まあでもどっちも立派です、これは。で、はい、で駅員さんがいないので青春18切符を見せることもできません。まあ合法なので許してもらいましょう。で、出ました。いやでもまあ駅としてはでもなんかいろいろありそうな感じの大きな感じがあります。はい、まあ行きましょうか。ないんですね。はい、めちゃくちゃ歩くけどちょっと興味あるんで行ってみたいですよね、単純にね、湯の川温泉ね。まあまあまあラストスパートなんで頑張りましょう。庄原駅から山で歩いて15分ぐらいかな。出雲のイリスの丘ってところに来ました。多分これ見た感じ廃業しててあれかな、昔遊園地やったんかな。で今なんかちょっと食品会社の事務所になってるみたいなんですけど、いやなんかね感慨深いというか、
あ、昔ここは絶対に遊園地だったよなってのが分かりますね。もしかしたら出雲出身の方知ってるんじゃないでしょうか。もしよかったらコメントなんで、なんかね、光栄ですか、まあ、言っていただければ、思い出とかもしあればね、言っていただければすごいね、嬉しいですけど、これは自由に入ってよろしいのかな。これはいいのか、いやどうなんでしょうか、まあ、ちょっと見てみたいと思います。なんや、庄原駅から歩いて山登って15分20分ぐらいかな、ぐらいですかね、まあ、車で来るようなところではございますが、こちら、氷川美人の湯ところに、美人の湯ってところに到着いたしました。まあね、中はさすがに映さないんですけど、まあちょっとちらっと玄関こんな感じだよぐらい見せとくか。ほんまにいい感じで露天風呂あるらしいんで、ちょっと入りたいんですけど、時間が微妙なんでちょっと揺らいでますけど、まあとりあえずここでビーボガビの写真も撮れたんで OK かなと思います。はい、はい、庄原駅です。あと2やね、2じゃ、1以外やったらゴールです。はい、いや怖いな、いきますか、3、2、1、あぶねえほんまにぴったりやん、あのマジで桃鉄勝負この人4連続にしかしてないよ、この人2しかしてないよ、すごいな。でも今回は2で OK、 よし、はい、あ、皆さんゴール行きましょうほんまにぴったりゴールよ、これが本当のリアルモードです。ということで、はい、やっと着いた、ほんま出雲市駅お前こんだけ逃げ出すか、お前マジでな、最後だけ良かった最後は良かったけどほんまにどんだけ逃げ出したらいいのとか、まあ、最後は逃げ良かったから、うん、やっと着いた、ほんまにやっとゴールです、ほんまにほんまやった、京都から出雲まで、そうやね、リアルモード、まあちょっと新見から松江まではちょっと途中に負けしたけどね、まあでもほんまに名古屋から今回は出雲までっていうルートでしたけど、やっと着いたわ、うん、いや俺が2ばっかりって言ってるけど、あんた1出したらあれだいぶ罪あるからね、覚えてないな、いや覚えてないな、うざうざいわほんまに、はい、とりあえずまあここでご飯食べたいと思いますけど、あーよかったほんまに、つけた、もう、はい、とりあえず夜行バスで帰りはちょっとね、京都まで帰ろうとは思うんですけど、もしね、はい、この企画に頑張って編集をしたので、はい、まあ、来たのでこれからするんやけどね、この時点では、いやこれからね、はい、東京方面でもね、ちょっとリアルモード出てたら楽しいなとか思ってるんで、はい、もしあのね、もっとやってほしいっていう方いたらすぐコメントで書いてくださいはい、管理言ってもらいましたけど、何して、はい、だって時間ないんですよね、あなた、そうですね、時間がないんですよ、神戸行っても朝食かって取ってるんでね、はい、大学に月からどうまで来るんですかまあでもね、時間ない中でもね、動画撮りたいなと思ってるんで、はい、皆さんね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします、はい、それではこれで完結かな、完結ですね、はい、第1弾は、はい、第2弾、皆さんコメント欄で再生数があればあるほど、再生数あったら、はい、期待ね、希望ね、収益化もできますので、希望してくださいっていう、はい、言うしかないよね、ということでね、はい、じゃあそれでは締めたいと思います。今回もリアルモテク、今回もじゃないか、今回は無事ゴールできました、はい、ありがとうございます、よし、また皆さんコメント欄でよろしくお願いします。それでは、お疲れ様です、本当にお疲れ様です、相方もお疲れ様です、お疲れ様です、バイバイ。おまけ動画、大田市、大田ね、大田市まで来てます、岩見銀山の方ですね。
いや、いいね、すごいね。面白いですね。まあ、ちょっと動画を撮ったところでこんな感じ。99年間アウトリーチって面白いな、これ。あ、撮ってますね。関係かな？まあ、島根のふるさとフェアってこれなんか看板あって、これ温泉と観光と、ご縁も前あのリゾート大社で感じたし、島根和牛もさっき食べたんで、あ、お酒だけはちょっと飲んでないね、残念やけど。まあ、えっか、とりあえずまあ京都帰ります。